さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう さあ今回も行ってみましょう高市早苗対小泉進次郎これがね決選投票の最終的な構図かなと私ね思っていますまあもちろんね高市さんが20人まずは揃えて立候補しなくて話にならんですけどもねさあそしてねコバホークさんなんですけども、うん、私の感触としましては時の人かなと福田達夫さんやねいろんな人の顔も見えておりますがこの辺りねいろんなことで解説していきましょうさあ今回ねうん私はねこれ可能性高いと思ってるんですけども決勝戦にはまあこの人が出るでしょうまあそれにしましてもね 膨大な量のこの総裁選のニュースといいますか記事が出ていますかどこをどう取ってくればいいって感じなんですけどただね総合的に考えますと私はやっぱり高市さん対さっきのこれはね小泉さんとこんな形になると思っておりますねまたねこういう形にならないとおかしいと思うんですよ特にまあ小泉さんはまあこれほぼほぼ決定だと思いますはいじゃあその前にね本題行く前に軽いこうジャブみたいな話題なんですがこちらね はい新次郎と滝くりと書いてありましてこれ岸田さんが退陣表明する前の記事なんですよさあ何が書いてあるか2番目見てください子育てにかなり時間を割いているようで妻の滝川クリステルさんから今は総裁選よりも子育てと言われているとのこととうーんこれ 分かりますよ。だってね、えー、つい最近、結構まだ生まれて間もないでしょ、お子さんがね。で、これもやっぱりつい最近ですけども、私の子供が急に高熱を出して、えー、そして、えー、医者に駆け込んだと、そうしたら解熱剤がなくて困った、薬が今ないんだってことが、改めて気づいたみたいなね、これ私、動画にあげましたけども、そんな調子です。ですから、この滝川さんにしてみれば、やっぱりね、子供がちっちゃいうちっていうのは、そんなね、総理大臣やめてくれと、だって総理になったら、分体のスケジュールでしょ。でしかも外遊が入り でさらに言いますと滝栗さん自体がファーストレディで同行しなくちゃいけません子供どうするんだともちろんね子供の預け先には困るような人じゃありませんので全く問題ないんですけどもそれでもね滝川さんのまあ母親としての気持ちを考えると何も今そんなことはねえだろうやめてくれとあんたはまだ先があるじゃないかと10年先でいいだろうと、うん、これはねよく分かりますよねさあじゃあその前にもう一回ね、えー、この仕組みですけどもこれだけおさらいしておきたいんですけども、まあ、今回20 10人の推薦を受けて立候補すると、で下に合計734票とあります。 国会議員票367票、党員、党員票367票と。でね、これ簡単にざっくり言いますと、国会議員は1人1票なんですけども、まあ、この1票に対しまして、党員とか党友というのは100万単位で言いますので、うん、すごいざっくり言いますよ。例えば、4000人の自民党員が高市さんに入れたとすると、まあ、それで国会議員の1票と匹敵するといいますかね。まあ、ものすごくざっくり言うと、そのぐらいの感じになってきます。でところが、これをやって、過半数を取らないと、これはね、 合格できないんですけども過半数はほぼありえないと思っておりますので決選投票に行くとだって東京都知事選挙もそうでしょあの小池さん過半数取ってませんやっぱりね有力候補が3人も出ちゃうと無理なんですよ過半数取るなんていうのはねですからこういうことになるだろう1回目の投票で過半数の票を獲得した候補がいない場合には上位2人だから私はここに高市さんと小泉さんが来るんじゃないかとでね問題はここなんですけども 国会議員票といううのはもう1回ままた再選挙を入れますところが、この党員・党友というのは、もう一回ね、こんなもん、莫大な量をやってられませんから、一回の投票で、例えば県ですね、愛知県の中で、えー、一番多く1回目の投票で取ったのが、これ、高市さんだとしたら、この高市さんにもう1票あげちまうと、まあ、そういうことにするんですよ。なんか、アメリカの大統領選挙と似てますよね、えー、バーモンド州は1票だけトランプが多いから、じゃあトランプな、バーモンド州は、みたいな、このやり方ね、こういうやり方、 しますところがですねこれ高い地帯小泉になった場合なんですけどもこの2人ともいわゆるね党員票は人気がありますよだからここで大きな差がつくと私にあんまり考えにくいんですね。 石破さんも同じこと、例えばこれが高市対茂木という構図になったらこれ話は別ですよ。茂木さんじゃやっぱり駄目ですからどう考えても高市賞が圧倒しますからこれ決選投票でも有利になります。でも小泉さんが出てくると小泉さんもこれは地方では人気ありますんでやっぱりなかなか差はつかないでしょうね。となるとあとは国会議員票がどう動くかと。で特にねうん、例えば青山さん。 はい青山さんをおお強く押したいと言ってました和田政宗議員なんていうのは、これは決選投票で高市さんに入れなかったらおかしいでしょ、それしかありえませんもんね。 そういうういいい人たちがどれくくらい出てくるかということこになりますさあそしてね、ポイントはこのコバホークさんなんですよ。この記事見てくださいね、小林さんと、新次郎氏が出馬なら少々連合結成と、総裁選惨敗でも養殖確約のしたたかえ木さんとで、これはあくまでもこのフラッシュの記事なんですけども、決選投票までいかなかったと。となると、小林さんと小林さんを押した30人は決選投票で、高市さんか、もしくは小泉さん、どちらかに入れなくちゃいけない。ところが普通に考えたら 小林ささんんんは前回高市さんの推薦人だったんですよ。となるとこの小林さんもそうですし小林さんを推した30人の議員も高市早苗に入れなくておかしいはずでしょだから逆に言いましたらねこの記事では本来はそうなんだけどもこれはそうにならないだろうって言ってるんですでもしそんなことがあったら小林さんあなたもう,もう、ね、全然自分の意思なんかないってことでしょどこが欲しいだと。 そういういいことじゃないですかおぼろげながらになんか太陽光が見えてきたとそういう人物に入れちゃった妙な話なわけでしょ全然おかしいんですよねでまあこんな記事ねこう今回小林氏はいろいろ言ってるんですけども自民と生まれ変わるとそして知名度をいかに上げるか課題になると思いますでこれに関してはね小林さんね間に合わないと思いますよでなぜかというと、まあ、これは簡単な話でございまして こちらの記事ね、小林さんは遅れを取っている党員票の掘り起こしのためにいろいろ頑張ってやっているとところがね、小泉さんが出馬すれば、まあしました、したらどうなるか、マスコミは一気にシフトします、小泉シフトを取ります、これ当然ですよ。で、今ね、たまたまこの小林さんがこの2、3日取り上げておりますけども、取り上げられておりますけども、これはちょうど隙間を埋めるによかった、都合のいい駒だったんですよ、これはね、えー、このマスコミにとりました。だってそうでしょう、小林さんが一番最初に立候補した、そして で、小林さんはまあ、身長も高くてエリートということがあります。で、パッとね。見栄えまあいい人になれますから、ちょうど良かったんです。でね。これで小泉さん立候補したでしょで。当然小泉さんに行きます。私がテレビのディレクターだったらプロデューサーだったらね。よし、小泉を終小泉の特集しろってやりますよ。なぜか理由簡単です。ネタが多いんですよ。 今まででのの映像のストック量が違うでしょで、えー、例えば X なんかでも大炎上してるネタが腐るほどあるわけですね。そしてお父さんは小泉純一郎そして奥さんも有名人の滝川クリステルとどうですかこれだけ考えたら私がテレビのこれプロデューサーであれば当然これは小泉純二郎というねこのお このコマの方がテレビにはしやすいんですよ一方小林さんどうでしょうあの話し方自体に面白いものがあるわけじゃありませんねしかも過去の映像で何かね、絵になるのもありますか ないですよただちょっと国会で答弁してるだけとなるとテレビとしては絵にならないんですよ小林さんではだから一気にこれは小泉さんに動くのが当然だってね滝川クリステルさんだけでこれ特集できちゃうわけでしょだからそうなっちゃうんですよとなるとどうなるかやっぱり世論の雰囲気としては小林さんってあーあーああなんかいたよね小林さんちらっとテレビに出てたけどあ出てんだよねまだ。 こんな風になりますよ。これは私の今回の読みでございますね。で、1回目の投票で過半数を取る候補者はいないでしょうと。で、そうなると上位2名の決選投票になります。はい、これがさっき私が言ったことね。ここで、えー、この筆者によりますと、小泉さんを押すんじゃないかって言ってるんですよ。なんだそれって思いますけども、まあ、この筆者の考え方も一例あるんです。下、自民党は伝統的に当選した人への貢献度に応じてポストを当てが、論考交渉を重んじますと。 となると、小林さんとか小林さんの押した議員が小泉さんを押せば、おー小林さんよくやってくれたと。じゃあ君を大臣に迎え入れよう。うん、そして君を押した30人の中から何人かは副大臣のポストを当てないとまずいよななんて、こんなことになるわけでしょ。だからこれを小林さんが癌として跳ねつけるかどうかです。 ね、こんなものじゃなくて私はどう考えても高市さんのお主張しか押せないとだから今回小泉さんを押すことはできませんところが下についている30人の議員が「ちょっと待ってくれ小林さん」と「よく考えてくださいよ兄貴とここはね小泉さんにしましょう」えー、そうするとねあの小泉さんが当選した方が支持率も上がりますし僕たちもできればなんかポストがね転がってくるといいもんですからねどうですかねなんていうね圧力が上にかかってきてこれにもし折れたりしたら はいどうでしょう小林さん もうあなたはアウトですよ。こんなもんで折れるようじゃね。はい、もうバンバンまあ言われますよ。こんなことやりましたらね。だから僕はね、こういうふうにならないと思ってます。僕はね、なんだかんで言って小林さんは最後には高市さんを応援するんじゃないかと思ってますよ。まあそしてね、これまた別のフラッシュの記事なんですけども、まあこれはしょうがないよね。えー、今回の,この表明でね、自民党は生まれ変わるなんて言ったんですけども、今までみんな言ってきたと。生まれ変わる自民党はって言いながら、おめで何人目だよと。えー、まあこれは仕方がないね。このぐらいのことを言われてもしょう がありませんとさあそしてここでねなぜかこの人が出てくるんですよ福田達夫さんというねなんか不思議じゃありません福田達夫さん今回の選挙にはもちろん出ておりません名前も出てないでしょ写真も出てきません何で福田さんが今回の総裁選に絡んでいるかとでまず福田さんといえば正解のサラプレッドこれプリンスでしょ 私嫌いですよこのサラブレッドとかねプリンス政治のね世界で言うこっちゃありませんよまあでも世の中的にはこうやって言ってますでもちろんご存知のようにおじいちゃんはこちらの方福田武夫さんということになるわけなんですよねでお父さんもあの総理大臣とでこれはねあのネットから持ってきたんですけどもこれ福田さんがねこれあの大学生かなその時の写真だってふうに言ってましたあただね福田さんもね背が高いんですよねうんはいやまあまあそれはいいでしょうということでこんな記事でございます 派閥解消前は二階派に所属していた小林さんというのは麻生派の甘利さんの思いが目立たかったとだからたった当選4回で入閣してるんですよ、甘利さんがバックにいるんですよね、そしてね、えー、まあ A さんという方によりますと今回のコバホーク、小林さんの応援団の中心がこの福田達夫さんなんです。 なんか不思議じゃないですなんで、えー、こうなりますとね、この福田達夫さんは小林さんを応援してるんだと、ここに行き着きますよね。さあ、福田さんは当選4回、小泉さんより一期、これ、下になるんですけども、どちらも将来は自民党を背負って立つ人物だと、でこれで分かったと思います。この福田達夫さんにとりまして、小泉すんずろく君というのはライバルなんですよ。ところが、そのライバルが今回出ちゃったわけでしょ これ福田さんの気持ちどうですかこれはねもういてもたってもいられませんよ先を越されたとところが自分というのははいここにね94万円の裏金を受け取っておりますので今回出るわけにいきませんであんまり表に出ることもできないんですよやんややんや言われちゃうでしょだからいろんなことを考えてこれは小泉つぶしをするには小泉さんとキャラが被る。あキャラと言ってもこの年齢の殺身性ですよここだけはキャラが被ってしまうこのコバホークを応援して分断させて やろううとといい考えこれはねね私当たってると思いますよ、ね、で小泉さんというのはね小泉さんが勝つパターンは若手の代表として年長者例えば石破さん石破さんと激突する総裁選という構図に持ち込むことが大事しかし小林さんが出馬することは決まったので若手どうして票を食い合うことになるとはいそのとおりで,ですねこれを狙ったと思われます。 だからね、私が危惧しているのはここなんですよ。これ高市対小泉という構図になったとしても、あの私から言わせればね、この高市さんもすんごいこれは話題性があって本当は新しいって感じがするんですけども、ただ年齢だけから見ると小泉さん、きっと小泉さんは若いってことを主張すると思います。でもね、あの高市さんには女性という武器がありますからね。え、しかもね、親性の保守ですから必ず高市さんが訴えれば。 あれと思う人は出てきますよね、はい、えー、と今福田さんの話だったんですけどもいいですか福田さんはそういう形で割って入ってるということになるんですよねでしかもですね今回はい福田さんもそうなんですけども小バホークさんというのは何と言っても知名度がありませんで小泉氏が圧倒的に凌駕しているとだから福田さんとしてもこの辺がねすごいねほんとキーという形にどうもなってるらしいです他いろいろ調べてきますとやっぱり福田さんがねこういう思いというのがこうにじみ出てるような記事とかそういうツイート関係ってもあります ましたよねあ。非常に悔しいんだと思いますよ。さあそういう形でね、国会どうなるか全くわからないんですが。 まあ結論としているのは、あこの決選投票には小泉さんは絶対出てきます。まあ、あの麻生さんのまあ動きが大きいですよ。だってね、この河野さん押さないってことを決めたでしょで、これは河野さん、終わりですわ。どう考えてますね、いや終わりと。で、えー、もう一人のね、あの候補といいますか、他の候補ももう押さないと。で、結局、この麻生さんというのは、小泉さんを押さざるを得ないんでしょうね。他にもね、茂木さんとかいろんな名前もありましたけども、こういう形でね、小林さんとね、この小泉進次郎というね、この2人、このね、若いとい といいううイメージを前面に出出ししたた候補がもう出てきちゃいましたとなると麻生さんが下手いんですよ。もう敵さんでも誰でもいいんですけども古い人間を押してしまいますともうその時点で負けちゃうんですよね。はいもちろんね高市さんみたいに申請保守という旗頭があればいいんですけどもちょっと話にならないとだから最終的にこれはあの麻生さんというのはこっちに乗ってくるだろうとなると党員も動きますしあとは地方票というのは個人、えー、彼は人気ありますのでそこも乗っ,た乗っかってきますと。だからからななり強い候補になって にには確実に残ると思いいますはい、ところがですね、まあいろんな話もまあ出てますけども、まあいいか、こんなくったらな話はどうでもいいですよね。はい、えー、こういう形で小泉さんがいて、こう高市さんがいるわけなんですけども、うーん、でもね、やっぱり私としましてはね、この高市さんに勝ってもらわないと、日本はね、これ絶対悪くなりますよ。で、昨日の動画でも言いましたけども、あのね自民党はね、とりあえずどうでもいいんですよ。国のことを考えてる人間が立候補してください、そして総裁になってください。そそししててののおこぼれとして自民党の支持率 上が上って自民党が活性、えー、息を吹き返すとそそううういでしししょょの順番にしましょうよ未だにね自民党がどうのこうの言ってる確かに今回自民党の総裁選ですからそうなるかもしれないけどもでも自民党の総裁イコール国のトップになるわけですからそんなね人間に私はね総裁には絶対になってもらったら困りますよまあね腹立たしいととにかく高市さん頑張ってください。 今日の動画が良かった方はいいねボタンとチャンネル登録そして共有拡散もよろしくお願いいたしますまたメンバーシップもぜひご参加くださいそれでは